4月3日時刻は3時半を過ぎました。 TBS ラジオアクション金曜日、こんにちは、ライターの武田砂鉄です。はい、ということでですね、高坂さんがもういないんですよ。寂しいですね。この目の前にアクリル板があるんですけれども、まあ誰もいないんでね、なんかこう刑務所に面会に来たけど断られた感じっていうか、そういう感じがしてますよ。もうなんかあれ、高坂ってね、まあ、高坂って刑務所の中だって言われないか、39番面会だって言われて、誰ですかって言われて、砂鉄ですって言ったら、まあちょっと砂鉄はちょっと今は会いたくないですっていうような、そういう風に言われてる感じがしますけれどもね。あの水曜日の放送を聞いてたら、あの DJ 松永さんが、高坂さんは今非常に元気なんですが、大事を取って今週いっぱいお休みをすることになるっていう風にコメント出されてて、まあ、あの人非常に元気っていう言葉がよく似合う人だなっていう風に思いました。多分まあ今もね、放送を聞かずに多分ネットフリックスでテラスハウスかドラゴンボールか何かを見てると思いますけれどもね。まあ、いつもあの毎回こうお菓子の山がですね、目の前に置かれていて、とにかく高坂さんってのはね、茎わかめや大量に食べるんですね。で、あの台本に CM で あと CM60 秒ですとかって書いてあると、あの普通その60秒だったら60秒入った途端に茎わかめ食べ始めますけれども、あの人はだいたいラスト20秒ぐらいで食べ始めるっていうのがあの人の食べ方で、すると口の中に残るはずなんですけど、プロだからね、飲み込んでるんですよあの人は。だけどあんまり茎わかめってのは飲み込むもんじゃないかなっていうふうにいつも思ってるんですけど、まああの後ほど高坂さんにはお電話をつなぎたいというふうに思っております。ここでですね、その高坂さんに電話をつないでみたいと思っております。これなんて言えばいいの、高坂さんって言えばいいの、高坂さん、はーい、砂鉄さん、いやなんかどうもどうも、高坂です。いやいや高坂でしょうね。どう、あの、いや本当に高坂です。ああ、そういうなんかちゃんと最初聞いてたんですね、ちゃんと最初から聞いてましたよ。なんで習慣される側なんですか。いやいや、習慣される側でしょうよ。ひどいですね。いやでも どうですか、あの本当に皆さんね、心配してらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、 ありがとうございます。非常に元気だっていうふうにおっしゃって、ね、コメント出てましたけど、元気でいらっしゃいますか。とっても元気です。とっても元気です。熱もなく、はい、いつも元気ですもんね。そうなんです。茎わかめがないんですけどね。茎わかめね、はい、キットカット食べてます。今何食べてるんですか。キットカットの抹茶味です。抹茶味ですか。やっぱキットカットはやっぱり抹茶がお好きなんですか。はい、抹茶いいですね、やっぱりこの季節は。この季節はね、いいですよ。でもあれですよ、僕これ水木と聞いててですね、あの水曜日か木曜日あたりで高坂さんがお出になるのかなと思って聞いてたんですけど、出なかったんですよ。で僕昨日の夜にプロデューサーにメールして、高坂さん呼んだりしない、はい、あの電話でつないだり しないんですかっていうふうにメールしたら、うん、なんか全然考えてませんでしたみたいなことを言ってて、ひどくないですか。ですね、なんか砂鉄さんが私と電話つなぐっていうのを提案してくれたっていうのは聞いて、入ってますか。そういう、はい、すごく嬉しかったですよ。でやっぱりあれですか、あの水木というふうにあのラジオ聞いてて、うん、やっぱり私がいないとダメだななんていうことはお感じになられました。いや、それが皆さん堂々となんかスムーズに進行されてたので寂しくなっちゃいましたね、うん、逆に。まあ、そうは言ってもみたいなところはやっぱりありましたか。何ですか、そうは言っても。そうは言ってもやっぱり私がいないとっていうようなところ。そうですね、やっぱり砂鉄さんも寂しいっておっしゃってくれたので、早く戻んないとなと思って、うん、パワーアップして戻りたいなって思ってます。パワーアップしてね。でも本当にあの、あれですよ、水曜日の松永さんのラジオなんか、その、なんていうの、ツイッターのトレンドのところに高坂さんっていうのが入ってて、でこんなに、これ不在で話題になるのはね、霧島部活辞めるっていう以来だと思いますよ。本当にこんなに、あいつがいないっていうことでこんなに盛り上がるんですからね。いやー、一年で愛していただいて皆さんにありがとうございます。本当にいいポジティブ感ですね。そうですね。まあ、でも今週ほら頭であのワウワウのことをウォウォウっていう風におしゃべりになってたから、はい、ウォウォウだと思ってしまいました。ね、すごい。初見で読むのはね、難しいですね。すごいですね。本当あの、H ジャングル with T かっていうふうに僕はもうラジオの前で突っ込んでたんですけれどもね。ウォウォウ。でもあれですか、やっぱり何してるんですかこの3日間。あ、ですね、読書をしてますね。読書、はい、山チャンネル見たり、読書したり。出ましたね。やっぱりネットフリックスですね。はい、そうですね。あと東京ラブストーリーも今見てます。東京ラブストーリーも見てますか。はい、感知っていうのがいいですね。はあ、あまり中身のないコメントをいただいてますけれどもね。まあでも皆さんやっぱりこう一年間ずっとね、月金で休みなく高坂さんが働いてらっしゃったから、やっぱりこれを機会にゆっくり休んでくださいっていう声がたくさん出てますよ。
ありがとうございます、うん、はい、であれですよ、その来週のゲストコーナーはですね、やっぱりこういうふうに高坂さんのためにも僕らは何ができるかっていうことを考えましてですね、まあ、あの高坂さんがもうずっとそのテラスハウスを見てた、ここ最近見てるっていうのはね、これ聞いてますから、はい、来週はそのテラスハウススペシャルにどうやらなったらしいですよ。嬉しい、なんかこう、まあせっかくなんでこうテラスハウスを語り合おうということになりました。あ、でも本当に打ち合わせでもね、日々そちらは本当にテラスハウスの話しかしないし、まあ、この休みでさらにテラスハウスに熱中されてるんでありましょうからね、もう全部見終わりましたよ、佐哲さんのおかげで。いや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 、本当にだから、あれで、あ、もう時間もありませんけど、こう心配されてるリスナーの方に、なんか粋なメッセージお願いしますよ。わ、はい、かりました。はい、どうぞ。皆さん、心配かけて申し訳ございません。高坂は元気ですので、来週にパワーアップして戻りたいと思います。よろしくお願いいたします。そんなところで、そんなところでよろしいですか。そんなところで、はい。もういいですか、言い残したことはない。言い残したことなんだろうな、皆さんもお元気で、部屋にいるとね退屈だと思いますけど、アクション聞いて元気になってください。そろそろ時間ないので、また来週お会いしましょう。はい、さようなら。佐哲さん頑張ってください。どうもどうも、さようなら。はい、どうも。